上流から見たあたご橋、あたご橋は、宮城県仙台市にある橋で、広瀬川にかかり、市道あたご橋線を通す。右岸は、大白区越寺で近くに、あたご山があり、左岸は、若林靴土といで、姉は横町に続く。2010年現在ある橋は102.0メートル、幅12.8メートル。今のあた橋から少し川下には、江戸時代に西岸寺という寺があり、 そのそばに西岸寺渡しという渡し場が設けられていた。1900年に仙台で最初の釣り橋として佐伯三郎が架けたのが最初のあたご橋である渡しち五輪を取った。この時まで橋の左岸、市街に近い側は神福寺が占めて姉葉横丁の突き当たりになっていたが、橋のために地域の真ん中を通して道が作られた。 1913年8月28日に大水で流された。その後、仙台市が宮城県の補助を受けて、1915年に新しい橋を架けた。橋の両側の道は市道であったが、この時土地所有者の寄付を受けて離道にした。1935年5月に鉄筋コンクリートの橋が架けられた。 長さ9.42メートル、幅8.9メートルの高単純桁橋である。1975年に上流側にアタゴ大橋が開通すると、アタゴ橋の車通り、人通りは少なくなった。2000年に橋を架け替えたのが、2010年現在まで、あるアタゴ橋である。PCT 桁橋で、長さ102.0メートル、幅12.8メートル。 2011年度調査での BOD75% 値は 0.7mgL。2018年度には 0.8mgL であった。ありがとうございます。